2時になりました。東京マーケットワイド、変わってこの時間は投資信託のコーナーです。今週のゲストをご紹介します。三井住友トラストアセットマネジメントシニアストラテジスト上野博之さんです。よろしくお願いします。こんにちは。お願いします。今日はまあ世界の動向から伺っていこうかと思うんですけども、はい、なんとなくその年の初めの頃に比べると警戒感が後退したよねというイメージでしょうか。そうですね、はい、特に昨年の後半ですね、株価は大きく下げたんですけれども、はい、今年に入ってからですね、今年の年初来は、ずっと上昇してますね、はい、これは当然昨年はですね、世界経済の減速というのが懸念されたんですけども、今年に入ってから、FRB の姿勢がですね、緩和的になったということやですね、はい、あと中国のですね、投資がですね、はい、国のですね、投資がすごく増えるといった形で動いてきましたので、その辺で懸念がですね、後退してきたというのが、足元の状況になりますね。だいぶマインドは変わったよねというイメージでしょうか。そうですね、はい、マインドはかなり変わってきてるんですが、ちょっとそうは言ってもですね、実際ここからですね、さらに行くのかどうかということは、まだ予断を許さない状況というふうに言えると思いますね、はい、あとはやはりその米中貿易摩擦っていうのが蹴りがつきそうで、なかなか蹴りがつかないんですけども、はい、そうですね、これはどういうふうにご覧になってますか。これですね、例えば世界のですね、貿易量なんかを見ていますと、はい、昨年のですね、11月から急速に落ち込んでまして、はい、で12月分はですね、大きくマイナスになってるんですね、前年比で。で今年1月はですね、ほぼフラットといった形になってるんですけども、これもですね、通常ですと大体前年比プラスでいくところなんですが、やはり米中貿易のですね、貿易摩擦のですね、影響が出てきているものと考えられます、はい、で一方です、IMF もラガード専務理事なんかが下方修正するよと言って本当に下方修正してきました、はい、OECD でもそうなんですけども、この辺の世界経済の見通しですね、これはやっぱりちょっと弱気ですよね。4月のですね、今月の9日にですね、出しました IMF の最新のですね、見通しにつきましても、はい、世界全体で 0.2 ポイントほど下方修正されています。で先進国、新興国ともに、特に先進国ですね、米国、特にユーロなんかもですね、大きく下方修正されているという状況になってまして、特にですね、米中貿易の問題もあるんですけども、はい、ユーロ圏、特にですね、米国のブレグジットですね、こちらの影響なんかもですね、懸念されてきているというのは現状ということですね。結局イギリスのブレグジットも延期ときて、はい、まだ延期という状況ですから、世界中にあるリスクってのはそんなに変化はしてないって見ていいんですか。結局ですね、あんまりその半年前と比べてもリスクの状況というのはほとんど変わってない状況ですね、はい、特にこの中国、米中ですね、米中の貿易摩擦の影響というのが一番大きいんですが、これに対してですね、中国当局の政策が出てきてまして、これが今後どうなっていくかというところが、ポイントになります、はい、あとブレグジットに関してもですね、離脱混乱がですね、しばらく、今も続いておりますが、当面これもですね、続いていくんじゃないかというふうに思われます。フランスなんか税関作っちゃってこれどうするんだろうって話ですよね。そうですね、ブレグジットのみならずフランス、はい、ドイツもそうなんですけども、各国で完全にポピュリズムがですね、台頭しておりまして、政治リスクが大きくなってまして、この辺がやはりですね、経済に与える影響が非常に大きくなってきているということでは予断を許さないかなというところです。はい、それでもやっぱりポイントは米中貿易摩擦というところ、今のところ、はい、当面はやはりこれがですね、一番大きく影響としてはですね、出てくるんじゃないかというふうに思われます。昨年の3月にですね、始まりましたトランプ大統領がですね、中国からの輸入品に500億ドル分ですね、はい、25% の関税をかけると最初に言ったんですけども、そこからですね、1年余りがですね、経ってるわけなんですね、ただ状況としては、米国からですね、米国の輸入、中国からの輸出に対してですね、はい、約半分に対して今通貨関税がかけられている状態 でこれに対抗、そして中国の方も1100億分にですね、追加の関税がかけられているといった状況で、今進んでいるということですね、はい、これどうなんでしょう。トランプ大統領としては、来年大統領選挙ありますから、伸びた方が自分のプレゼンスは高まりますよね。そういう発想あるんですかね、はい、それはあると思いますね、はい、ただ中国の方もですね、これがあまり通じてしまうとやはり相当影響が出てきてしまいますので、そういう意味で3月以降ですね、中国の方では歩み寄りの姿勢というのを見せてきておりまして、解決のですね、糸口を探してきているという形になります、はい、で貿易自体の問題については、この差額分をですね、中国が輸入を増やせばいいということですので、解決の方向に向かうということは、あると思うんですけれども、一方で、製造業のですね、覇権争いの問題ですね、はい、
こちらの方に関しましては、もう根本的なですね問題ですので、そう簡単にはですね解決できないというふうな状況が続くんじゃないかと思います。そうですね、はい、自分のところでもう半導体は作るぞとかですね、はい、IoT は握るぞとか、通信はもうメジャーになるぞ、これはアメリカ譲れないですよね。そうですね、というところですね、はい、そしてもう一回イギリスに戻って EU 離脱問題、はい、混乱が続くという認識でよろしいですか。こちらの方はですね、今月の10日ですね、EU 首脳会議でですね、はい、延長と、離脱のですね延期という形で決まったんですけれども、はい、こちらですねご覧いただいて分かる通り、今年に入ってからですね3回ほど、英国の議会で採決されているんですけれども、はい、いずれもですね反対多数で否決されている状態になります。ですので、今後ですね、賛成されればいいんですが、今後もですねなかなか決まらない可能性が高くてですね、はい、そうしますとやはり10月31日というふうに期限を切ったんですけれども、そこでですね再度延長になるか、もしくは、合意なき離脱ということになる可能性も出てきているということです、はい、これメイ首相も背水の陣で臨みましたよね。できなければ私辞めるとまで言ってるのに全然何も決まらなかった、はいはいはい、で10月末で期限はありますけども、これも伸びる可能性はなきにしもあらずと見ていいわけですね。いや十分にあり得ると思いますね、はい、やはりこう議会の方が決められない状態 でもっと言うとやはり離脱を決めてしまったこと自体が、はい、良かったのかどうかっていう議論もありますので、そういう意味では離脱しなかった方が良かったなという考えも相当、出てきているようですので、投票した人は間違えちゃったかなと思ってるかもしれませんよ ね、はいはい、そうですね。さてそういう中で世界の経済成長をあなたに、はい、いいテーマですよこれ。そうですね世界経済インデックスファンド、はい、ということですが、ただポジティブの面も見ていきたいと思うんですけども、はい、世界経済は拡大している。はい、そうですね、世界の GDP はですね、過去30年余り見ましても、大きく伸びてきているわけですね、はい、で特に2000年代初めまでは先進国の方がですね大きく伸びているんですが、その後はですね新興国の成長もかなり大きくなっているということで、はい、IMF の予想ではですね2019年以降も、こういった伸びがですね続いていくというふうに見られているということです、これやっぱりピンク色の方がどんどん大きくなっていくと見ていいんですかね。今後はですね、はい、やはり先進国の方も、伸びはなかなか、さらなる伸びって期待しにくい中で、はい、新興国についてはですね、まだこれから成長できる部分もありますので、はい、この画面で言いますとピンク色のところが伸びていくということになると思いますね。だからタイムマシンのようにこのブルーの先進国が行ってきたことを後からピンクの新興国がやってくるというふうな感じで見ていていいわけですよね。そうですね、はい、成長性という意味で、はい、そういうことだと思います。そして、世界のマーケットと株式債券の、はい、動きですね、はいはい、そうですね、こちらはですね先ほどの GDP の動きに、世界の株式のですね、はい、累積の収益ですねと、あと青い方がですね世界の債券の累積の収益になります。これご覧いただいて分かる通りですね、株式の方は特にですね途中リーマンショックとかいろいろありましたので危機では触れるんですが、はいはい、ただ概ねですね株式債券とも、方向としては GDP のですね、動きの、沿ってですね、方向としてはそちらの方で動いているということですので、はい、今後もですね GDP が増える環境下であれば、株債券ともにですね、はい、長い目で見れば伸びていくというふうに考えられると思います。株式の方は産業革命、第4次産業革命入ってきてますし、債券も日本で見ていると金利ってないよねと思いますけど、世界的には一応金利がありますから、そういった意味でやっぱり伸びてくるということですね、はいはい、で一つのファンドで世界経済の成長を享受する一つでいけるということですね、はい、そうですね、はい、これもご説明いただきましょうか、はい、世界経済インデックスファンドはですね、特色が2つありまして、一つはですね、これ一本でですね世界の株式及び債券に分散投資をするといった形になっております、はい、でもう一つはですね、組入り比率については、先進国、新興国ともですね、GDP の総額の比率を参考にして、決めているという状況ですね。で現在の組入れ状況なんですけども、はい、国内の株式と債券に、約 5% ずつで、先進国の株式と債券に 30% ずつ、はい、で新興国の株式と債券に 15% ずつというのが基本組入れというふうになっております。バランス型といってもよろしいんでしょうかね。はい、イメージ的には全くバランス型ですね、はい、一番中心、はい、で GDP 総額の比率を参考にするということでいくと、やっぱりその辺が世界のパラレルに享受できる、はい、という感じでしょうかね、はい、そうですね、はい、世界経済インデックスファンド魅力というのはどんなところになりますでしょう。このファンドですね、インターネット経由でもですね多く購入されてまして、はい、ご評価いただいている点としてはですね、
まあ、世界経済の成長に沿って長期の分散投資ができるという点とですね、はい、あとですね、成長の度合いを見ながら投資先の比率を調整するという機能があります。これは例えば新興国の GDP が増えていった場合ですね、より新興国の比率を高めるといった形でリバランスを行っているというところになります。はい、こんな方に適してますってのがございますが、はい、そうですね、バランス型でございますので、はい、これから投資を始めたいけど、まあ、どうしていいかっていうを迷ってらっしゃる投資初心者の方、何に投資するか迷ってる、はいはい、という方ですね。であとですね、単独のテーマですとか、単独の国っていうのに投資するのは不安だという方ですね、あるいはある意味分散投資をしておきたい、はいはい、という方ですね。はい、あと投資経験の長い方でもですね、インデックス運用で、複数資産をですね、自動調整するファンドがあったらいいなというふうにお考えの方にもですね、持っていただけるのかなというふうに思います。これ自分自身で複数資産の運用比率変更するってこれ結構大変ですよね。はい、と思いますね。実際問題としては、だそういった意味ではこういった意味でのファンドで調整してもらえるとありがたいというところになってくるというところですね。はい、ヒストリカルというか、運用実績はどうでしょうか。過去のですね、3年間の騰落なんですけども、こちらですね、はい、3年間でですね、21.5% の、上昇となっておりまして、はい、で設定来になりますと 129% の上昇というふうになっております。はい、パフォーマンスいいですよねというところで見ていく。そうですね、はい、分散投資してますので、やはり世界経済がですね、成長していく中では、基準価格もそれに沿って動いていくというふうに考えていいと思います。前半のところで世界経済のリスク分析もしていただいて、はい、その上で、今の世界経済の経済成長ってやっぱり出てくるよねっていうところで、はい、具体的に見ていくとやっぱり債券と株式のバランスファンドというのが、はい、最適化された部分になってくると考えてもいいんでしょうかね。はい、そうですね、はい、そういった意味では、もちろんファンドですからリスクもありますけども手軽ですよね。非常に分かりやすいファンドですし、はい、分散されているということ で、 ですね、非常に保有しててもです、ね、リスクが低いファンドだと思います。はい、だから最初に世界の経済成長をあなたにとありましたけども、はい、このファンドを あなたにみたいな、はい、イメージですけど、はい、世界の経済成長をあなたにということで今日はご紹介いただきました。ご興味ありましたら、はい、松井証券さんのホームページ、はい、ということでご覧いただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。投資信託のコーナーでした。